いよいよ日本も夏の到来です。夏といえば海。さあご覧ください。ウリナリレギュラー陣の中でもいかにも夏、そして海が似合う爽やかな男たちに集まっていただきました。お願いします。じゃあコンビの中から一人ずつ海が似合う方を、はい、今日は集めてみました。健康的な方を。そうです。もう皆さんも海、夏、はい、OK ですよね。 OK、はい、OK です、大好きです。いよいよ我々が結成の運びになりましたのがドーバー海峡横断部。ドーバー海峡ドーバー海峡、イギリスとフランスの間にあるその幅最短およそ33キロの海峡。そこを横断することこそ全世界のスイマーの夢。そこでウリナリでもドーバー海峡横断部をここに設立。ドーバー海峡を33キロ泳ぎましょう。バーチャーブさん、我々スタッフがですね、今日お招きしましたのが皆さんの泳ぎを指導してくださいます。お、長崎ひろこさんです。長崎ひろこ、幻のモスクワ五輪に小学生で初の代表となり、その後日本新記録を5回更新するなど世界的なスイマーである。先生はドーバー海峡って泳げる自信とかあります？ありません。っていうか遠泳の選手じゃない、なかったですよね。っていうかお前水泳の選手でもないじゃないですか。素晴らしいと思います ね。そのやっぱり男の意義は ね。そうです。ほら男のロマンだよ。といったわけでまずはターンの練習から。わーいやいや、海でターンなんてしなくていいじゃねえかよ。そしたら海を渡るまでに皆さんに注意しておきたいと思います。はい、はい、禁酒禁煙ですね。えやだよそんなの。やだよ。早速練習開始。白ちょっと聞いてみましょう、みんなに。はい、今までのどのくらい最高泳いだこと。そうですね。かっちゃんは下田で溺れたことが2回あります。ありのは最高何メートルぐらい？僕25しかないっすよ。小学校の時に。宇藤くんは？僕はね、自慢じゃないですけど、白鳥の船を100人でバタ足動かしたことがあります。何メートル泳いだかって聞いてんだよ。とりあえずそれぞれの泳ぎをチェックすることに。まずは内村。さあ泳ぎは？あ、クロール。どうですか？結構慣れてますね。あ、なんかこう。さすがは部長。力みの抜けたクロールを披露。次に勝俣。25メートルですでに疲れが見える。はい、行きましょう。ひらに行きましょう。多分ひらってか犬かきじゃないですかこれ。なんと勝又平泳ぎができないことが判明。うちゃんみたいにこうリラックスして泳げるような。そうなんです。それゲーでも言われてるんですよ。続いて有野。いいですね。激しいですね。激しいですね。激しいですね。なんか見てて疲れ。25メートルでリタイア。最後にウド。無駄な力が入りすぎているクロール。ターンが何だったんでしょうか今のターンは。どこにターン。なんか泳ぎが変わりましたね。急に動きが遅くなりましたね。もう溺れる寸前ですよね。どうですか心臓の方は。心臓待ちだよ。ドーバー海峡33キロの長旅の中には途中で休んで例えば給水、そういうポイントが重要になってまいりますね。給水ってあるんですか？あります、あります。吹きながら顔を出してそれでゴクゴクゴクっと飲んでいただくということで、今回はその給水にとても大切な立ち泳ぎの練習。あ、必要だね。ねえ、ございますね。手はこういう感じ、手のひらで水を、足を巻き足になりますね。巻き足で難しかったら平泳ぎのキック。あ、できてますね。お、すごい。あ、俺立ってる。で、片手を時々こうやって。ああ。お、すごい。ごめん
ギリギリだよ。顔を上げてるのは給水だけじゃなくて励まし合うために顔を上げて、それでみんな頑張ってるかいやるのに。励まし励まし続いて立ち泳ぎを実際に使う練習。コースを泳ぎ、途中に切ってあるボトルで給水をして、また泳ぎ続ける。よーい、さあまず内村さんが先に水を汲んで立ち泳ぎ。いいですね、いいですね。いいですか、はい、いいですね。内村さんいいですよ、いい感じです。最後は10分間とりあえず泳ぎ続ける練習。壁に捕まって休んでも構わないが、足をついてはいけない。はい、これで 100m になりました。15秒しかないですよ。はい、それぞれ様々な泳ぎで10分間泳ぎ続けた。遠泳はある意味孤独との戦いでもある。やっぱりこれみんなのやる気っていうのが伝わってきましたね。伝わってきました。あと我々が思ってる以上にみんな力を持ってるということで、来週は海に行く。こっちは、なんと1週間後、早速海での1キロ遠泳に挑戦することがここで決定した。こうしてそれぞれ1キロの遠泳に備え、仕事の合間を見てプールに通う日々が続いた。有野とウドはなんとか平泳ぎが泳げるようになった。そして1週間が過ぎた。海にかける生かしたやつら、ドーバー海峡横断部 in 江ノ島でございます。どうも江ノ島、どうも。僕たちに T シャツができました。ありがとうございます。私は毎日のように泳ぎました。さすが。そして私についてきたのが有野、ウド、はい、かっちゃんだけちょっと別行動だったんですよね。あ、どうだったんですかこの1週間。はい、水には一回も浸からずにずっとロケでした。だからかっちゃんだけがあの日以来一回も泳いでないんですよ。はい、あら、どうですか先生、これはちょっと厳しいですかね。そして昨日たらふく飲んじゃったんですけど。これで今日はいよいよ海でございます。はい、はい、およそ1キロの距離、はい、沖合からこのゴール地点まで、はい、ガツンと泳いでいただくということでございますね。え、これギブの時はどうすればいいの。もうやめてくれ。じゃあみんな合図決めとこう。はい、はい、まだ行けるという時は、はい、V、 オッケー。で、これちょっとダメだなと思ったら、はい、ちょっと負けてる。分かってる。分かった。こう、もうダメだった。もうこう、ね、参りましょう早速。はい、よし。早速部員たちはクルーザーに乗り込み、1キロ先の沖合まで移動することになった。やっぱこの中で唯一一人不安そうなのが勝間さんですよね。急に口数少ないクルーザーの上で勝間さん結構あのパニクルタイプだから。どうも気になってくるよ。おまけにスピードアップしてます。わー、おい、ちょっとちょっと、どうだろうね。もういいんじゃないか。クルーザーは浜辺からおよそ1キロの地点にたどり着き、そこでスピードを緩めた。え、マジにこんなにあるんですか。こんなあんの1キロって。そうなんですね。またこれ30サイクルじゃないのこれ。あまりの距離に不安がる部員たち、誰からともなく準備運動を開始。緊張感が船内にみなぎる。そしていよいよ遠泳のスタンバイに入る。
着替え終わり、再び入念な準備運動を。よし、ドーバー海峡横断部、よし、揃ったか。まずは海に慣れてみよう。よし、部長行きます。冷たいぞ。冷たいぞ。声出すなら自分が嫌になるんでしょうね。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。どう、冷たい。しゃあ。早いな。早いな。部長上がります。ちょっと泳いで戻ってくれないか。すでにちょっと飲みました。じゃあ部員も行きます。行こうぜ、行こうぜ。冷た、冷た、冷た。うわー、冷たい、冷たい。これちょっと、でも浮くぞ、これ浮くぞ。水面波すごいっすよ、意外と。なんか可愛いね。4人揃いました。4つです。浮きが4つ。はい、それじゃあ皆さん行ってまいります。頑張ってください。バイバーイ。待って、お前らは向こうだ。ちょっと待って、ちょっと待って。もうバカ、俺を慌てさせる。バカ、もう売りなりのバカ。なんか頑張っ、前に出た、前に出た。何が取った、何が取った、何が取った。なんかこんな白いやつ。そう、白いやつ。どんなやつ。なんかこう、な、何歳ぐらい、何歳ぐらい。尻尾が3つぐらいある。なんかこんなやつが。なんだよそれ。あ、クラゲいた。え、ほら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 、あ、ほんとだ、痛い痛い痛い。よーし、ドーバー海峡横断部、はい、まずは1キロデビュー。いよいよスタートの時が来た。頑張って、参りましょう。1キロトライ、よーい、いよいよ海の男たちが大海原へ繰り出していきました。夢見るドーバー海峡への第一歩、1キロの遠泳スタートであります。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。思い思い平泳ぎ、そして勝又邦和クロール。やっぱりあの平泳ぎで精進して、この1週間でマスターした3人といきなり無謀なクロールという。あ、クラゲ色だ。頑張れ。あー、さすが部長です。励まし合う、励まし合う。待ってるぞ。部長クロール疲れる。辰馬さん、辰馬さん頑張れ。平泳ぎは平泳ぎ、平泳ぎ、うん、できないから犬かきで行く。あー、早くも犬かきです。おい、頑張るよ。はい、頑張れ。辰馬さんがちょっと危ないかもしれないから見といて。辰馬さん大丈夫、辰馬さん大丈夫ですか。ダメな時はすぐ言ってね。ダメな時は言ってよ。はい、気持ち悪い。あ、気持ち悪くなってきた。ムド大丈夫か。あ、表情は余裕がありますね。ムドちゃんの方がその表情は余裕があります。ただちょっと心配なのが勝松さんです。うえ、ちょっとかっちゃんピンチか。うえ、あ、気持ち悪い。大丈夫ですか。クロールしか泳げない勝俣はすでに相当体力を消耗している。スタートから10分経過、3人とウドとの差が少しずつ開き始めた。ウドちゃん、ちょっとウド君が遅れすぎましたね。これまでにないぐらい差が開きました。ウド頑張れ、頑張れウド。ウド頑張れ。ウドちゃん、ウドちゃんはですね、話されてんだけど顔は笑ってるんですよね。ウド、はい、先行ってもいいか。いいですよ。いいか、どうぞ。僕で構わずに。なんか泣けてきたな今。僕の分も頑張ってください。来いよ、うどん。はい、待って、よし、僕の分も頑張ってください。やめんのかよ。ここで3人は遅れ始めたうどんを待たずに先に進むことに。順調に泳ぎ続ける3人、泳ぎ始めて15分が経過した。
さあここでちょっと心配な状況が生まれてまいりました。内村部長先頭、そして勝又さんがちょっと遅れましたね。勝又さんがおよそ30m から40m、勝又さんがこれまで遅れたのは、ここまで遅れたのは初めてです。福間さんこっちだよ。ここに来て今度は勝又のペースが落ちてきた。先頭との差は 30m、 そして宇土はさらに遅れること70メートルのところにいる。かっちゃんの方に一台どっか船ついた方がいいよ。誰か近づいた。遅れ始めた勝又が気にかかる。勝又さんどこに誰か船ついた方がいいんじゃないですか。勝又さん、勝又の近くに船がいないので状況がわからない。急行するカメラ線、クロールだけでここまで来た勝又、もうすでに体力は限界か。勝又さん大丈夫ですか。勝又さんやめる。まだもうちょっと頑張れ。頑張って。いつになく粘り強い勝又。ここで有野と内村は肩が擦れるためウェットスーツを脱ぐことに。その間に勝又もなんとか追いついてきた。もうすぐだよ。遅れていた勝又さんも今追いつこうとしています。そうですね、やっぱ脱いだのが良かったんでしょうか。泳ぎ始めて20分、宇土は完全に潮に流され、内村たちとの距離は150メートル以上開いてしまった。なんでみんなあっちに行ってるか分かんないですよね。俺が間違ってんのか。ゴール見えだろ。はい、あれに向かって泳げばいいんだよ。俺流されてるんですか。ウドリタイアか。泳ぎ始めて30分、ゴールまではおよそ300メートル。スタートしてからおよそ30分を迎えようとしています。スタートしてからおよそ30分、泳ぐペースの落ちない内村と有野。カズマさんもね、クロールしかできないっていうか、ベースがクロールですけど、頑張ってますね。ついてきてますよね。ね、ついてます、ついてます。ウドちゃんは。その頃ウドはさらに流され、先頭から200メートル以上遅れたところにいた。これはもう自分と戦いですから。俺がこれからです。もう一皮向けるか向けないか、この改変期にこれからの。果たしてウドはゴールにたどり着くことができるのだろうか。あのかすかにね、小さく見えたゴールのあの文字が今ここからはっきりと GOAL 見えるようになってきました。近づいてきた。着実に進んでいます。これ泳ぎ切ったら結構すごいですね。ですよね。長崎の掛け声に合わせて泳ぐ2人、ついにゴールが100メートル弱に迫ってきた。最後までクロールで泳ぎ切ることができるのか勝又。さあ先頭行く内村部長の遥か彼方、およそ50メートル先に白いテープ、ゴールテープが貼られている。ラストスパートに入った。もうすぐ先頭内村部長、先頭内村部長2番手しっかりとつけているのが有野君、そしておよそ30メーター遅れて勝又さん。勝ちゃん頑張れ。とうとう先頭の2人は足のつくところまでたどり着いた。あ、すごい。さあ、いよいよゴール地点です。ここを切ります。ドーバー海峡横断部遥か沖1キロ先から今手をつないで堂々のゴールインの瞬間が今迎えました。ただクロールをベースに泳ぎ切った1キロ、長崎さんにチャンチャンがゴールで並べ。クロールはね、永遠に向いてな、はい、向いてみんな見てくれ、ここゴールだ。はい、あそこにウドがいる。え、ウドちゃんは、ウドちゃんはあそこに白い点が見えるだろ。伸ばされてる。はい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 、あれがウドだ。あれクイじゃないんですか、あれ。みんなどこ行ったんだろう。大丈夫かな、副部長。あ、副部長だったんですか。そう、あいつ副部長だったんだ。違うんですか。いつ決まったんですか。それで水をいただいていいですか。
ゴールまでははるかに遠いウド、やはりここが限界か。泳ぎ始めてすでに1時間近く経とうとしている。しかしウドは泳ぎをやめることはなかった。持てる力を振り絞り、黙々とみんなの待つゴールを目指す。おー、来た来た、ウド頑張れ、ウド、ウド頑張れ、頑張って。そしてついにみんなの声援が聞こえるところまでたどり着いた。あいつ足ついてねえか。あいつ立ち上がりだ。あ、当たった。見ろ、あれ歩いてるぞ。歩いてるぞ、あいつ。歩こう、歩こう、泳げ、泳げ、最後まで泳げ。もう顔するよ、そこ。あれ膝下だぜ。一時は決まったと考えました。3人は先にゴールインして、最後は走ってゴール。見事に4人見事にフィニッシュ。どうだ。いやー、海はいいっすよ。海は敵じゃない、味方だ。よし、みんな聞いてくれ。ドーバー海峡南部4キロ遠泳大会もエントリーしてきた。おい、まだ航空冷めやがるうちに。いい感じするよ、本当に。4キロってどういうことだ。次回は4キロの遠泳大会に出場が決定したドーバー海峡横断部。さらなる練習の日々は続く。